アングルでごめんなさい。うわ、怖い、運転やだ。マッチングアプリの人に会ってきたよ。でもね、遠い、行くまでが遠い。私ケチだからやっぱり来てくれるような男の人がいいな、熊本まで。なんか宮崎の人と出会ったんですけど、遠い、行くまでにめっちゃ時間、2時間ぐらいかかって、もうきつい、もう運転、ほぼ運転で疲れた。でさ、せっかくさ県外に行くんだからさ、なんか夜まで遊んでくれると思うじゃん。とか、まあ泊まってとか、泊まって次の朝帰りたいなみたいな、なんかもう疲れたからみたいな、あ、そういう計画も自分の頭の中ではしてたんですけど、1時半ぐらいに会って5時解散ですよ。やばくない？もうコンタクトもしてたけど、もうコンタクト、もうメガネ、運転疲れ、なんかコンタクトするとね、頭痛くなるんだよね。コンタクト合ってないのか分からんけど、今日もう疲れて、もう絶対疲れると思って、頭もう痛くて、もうつけた瞬間から頭痛くて、コンタクトすると。だからもうバイバイってなった後に、もう即コンタクト外してメガネ付け替えました。え、だってさ、2時間かけてさ会いに行ったのにさ、宮崎、やばくない？え、5時に解散だよ。5時だよ。え、1時半に会って1時集合で、で相手30分ぐらい遅れてきて、私ずっと待ってて、集合場所で30分ぐらい。5時に解散って、え、待って、4時間半しか遊んでないじゃん。待って、私の計算狂った。え、夜まで遊ぶつもりだったのに。なんか一番会いたいって思える人だったの、だから私宮崎まで行ったの。そんなさ、なんか一回電話したぐらいでさ、そんな宮崎まで会いに行けないじゃん普通。でも何回も電話して、あ、面白くて、あ、会ってみたいなって。でも熊本にはなんか来てくれないから、もうなんか中間地点で会おうみたいな感じ。来てくれよな、マジで来いよな熊本。もうこっちはで、ね、来てくれる人じゃないとうち無理。もう男ならそれくらいしてほしい。ただ面倒いだけ、運転が。え、なんかさ、わざわざさ宮崎まで行ってさ、なんかもてなしてくれるならいいよ、いっぱい夜までなんか考えてくれてるとかさ、まあ、あっちもわざわざ運転して中間地点まで来てくれたわけなんだけども、5時解散はないよ。私だってもう帰るって言われた時にさ、みたいな言ったよ一応。もう帰るのっては言ってないけど、うん、言ってたのに、そんなすぐ帰らず。でももう次いつ入るか分かんないよ。もう私疲れた、もう一回行って、もうめっちゃ運転するの疲れた。なんか一人で運転2時間も運転するのすごい辛い。なんか隣に誰かいるわけでもないし、ただもうお尻も痛いし、ずっと座ってるから、もうその何、地獄、なんかもうずっとなんか無の頭で運転するのがすごい苦痛。なんかめっちゃ頭も痛かったし、もう行きたくないって思った、行ってる途中に。2時間きついわ。でもなんで私会いに行っちゃったんだろう。好きだったから付き合えるかなって思ってたら、そりゃ行きたいって思うでしょう。でもなんか友達って感じだったし、友達としてか見てなさそうだったし、もう私は行けない、2時間もかけて行けない、そんな人一人惨敗でした。はあ、疲れた。どうですか私のドライブ価格、新鮮でしょ。すごい下アングルですけど、え、なんでさ、なんか車でさ運転するときさ、行きはめっちゃ遅く感じるのに、え、行きはまだ着かない、まだ着かない、ドキドキみたいな感じなのに、帰りってめっちゃ早く着く感じせん？めっちゃ帰りってなんか、え、もう着いた、息あんなかかってるのにって思うんだけど。あー疲れた。私のマッチングアプリ第2人目は儚く散りました。まあ、このあとどうなるのか分かりませんが、もう私宮崎まで行ける気力ありません。こっちに来てくれる気配もなかったから、もう今度から宮崎来てねみたいな感じで、なんか冗談だと思うけどね、言ってたから、マジ熊本に来てくれる気配
で言われたから来いよって思ったけど、遠距離は辛いね。でも私の友達がめっちゃ遠距離なんですよ。だから近く感じちゃった、熊本と宮崎でも。いやーでも残念、なんかすごい冷めちゃった。また一からだ、私はもうこの人かなと思っていたのに、もしかしたら今度こそ付き合えるかもって思っていたのに。無理そうです、眩しい。私のドライブ快適グッズ教えてあげます。これです。これは100均で多分300円、100円か300円で買えるんですけど、これはなんとメガネの上からかけれるんです。最高でしょ。だからメガネしてない時でもかけれるし、メガネしててもかける、メガネ常にかけている私にとっては最高のアイテムです。え、めっちゃかっこいい。うちサングラスしながら運転、かっこいいじゃん。新しいアプリで会った人は